キヨキヨチャンネル。うん。キヨちゃんたちがね、箱崎球大前の中華屋さんにやってきたと、しんかさん。食べるもんね、実は決まったんよ。皿うどん食べたくてきたっちゃんね。でもね、これも気になったとって、ふんわり卵トマトタンメン。ランチはミニチャーハンとミニ水餃子も作れます。じゃーん、やってきたよ、ふんわり卵トマトタンメン。なんて言ってもこのスープの香りがたまらんのよね。そしてこの麺、もちもちとしてめっちゃ美味しい。チャーハンはね、パラッパラの美味しいやつ。これいっぱい食べたかった。水餃子はね、もちもちの皮。あー、そしてやってきました、博多皿うどん。これ長崎の皿うどんと違ってね、あんかけじゃないとよ。でもね、麺がね、いっぱいスープ吸っとうとって、はぁ、予想通りめっちゃ美味しかった。そしてトマトタンメンも。今日はね、皿うどん食べに来るって決めとったけん、麺ばっかりやったけど、実は定食もめっちゃ惹かれたんよね。また